茨城交通、茨城交通株式会社、茨城交通は、茨城県水戸市に本社を置き、乗り合いバス、貸切バス事業と旅行業、不動産業及び自動車整備事業を営む会社である。略称茨港、茨港。2009年民事再生手続き下で、新旧分離されたが、本校では、同名の新旧会社を連続性がある一体の会社として取り扱う。 茨城交通は登録商標である。茨城交通が成立するときに合併した鉄道会社には次のものがある。戦時体制下の陸運動制令による交通統合に伴い、第二次世界大戦中の1944年8月1日に茨城県内の交通事業者を統合して成立発足した。統合は、 水品電車とその系列下の茨城鉄道、港鉄道、袋田温泉自動車の現物出資によってなされ、同時に個人経営を含む中小バス事業者を買収し、日立電鉄、東武鉄道からはバス路線の譲渡を受けている。水品電車は地元の豪商、竹内ゴンベが創設した。竹内は上北地区の鉄道各社の経営に携わり、蒸気各社のほか。 日立電鉄の前身である、上北電気鉄道にも深く関わっていた。統合の実施にあたっては当初、茨城県下を上層地区、下口、六甲地区、上北地区の3ブロックに分け、上北地区は竹内系の企業で統合しようとしたが、上北電気鉄道は1941年に、日立製作所の系列化に入り、竹内の手を離れたため、上北地区は、 水戸地区と日立地区とに分割され、実際の統合は、県下4ブロック体制で行われた。以降、竹内家から、代々就任した社長のもと、公共交通のみならず、多角事業に進出を果たすが、1990年代以降、本業の鉄道、バスの利用者減少や、宅地開発など不動産関連の事業の失敗などで、経営状態悪化。 そのため取引金融機関の支援下で不採算部門の整理や借入金の再建放棄の実施などで経営再建を試みたが状況は好転せず自主再建を断念2008年11月11日水戸地方裁判所に民事再生法の適用を申請し同日同庁より監督命令が発せられた2008年11月19日の再生手続きの 開始決定により、司法の監督下で再編開し、経営競争基盤がスポンサーとなり、翌2009年3月27日には新会社、イバコが設立され、7月1日に旧会社の事業を継承した新旧分離。また、グループ会社も含めた経営陣も一新され、これにより創業時から関わっていた竹内家は経営の第一線から退くこととなった。 分割された旧会社は、愛管理と社名を変え、債務の整理や管理のために存続した。その後2012年5月21日に、再生手続き、終結、2014年9月25日の生産手続き終結により愛管理は消滅、旧茨城交通は70年の歴史に幕を閉じた。新会社発足後、仙台、名古屋駅と高速バス路線を新設、あるいは、 近郊地域と水戸市内を結ぶ路線において、運賃を最大で4割近く値下げするなどの改革を行った結果、社員が約600から約800人に増え、彼らの平均年収が24%程度増加した。また、近郊地域と水戸市内を結ぶ路線における運賃を最大で4割近く値下げをしたことで、高校生を中心に需要の開拓に成功るなど効果を上げている。 運賃値下げは2010年に試験的に実行しているに過ぎなかった。水戸市を中心として、県央、笠間市、東茨城郡大洗町、城里町、茨城町、県北、中市、日立中市、日立大田市、日立大宮市、久慈郡大五町、中郡東海村、日立市及び、栃木県羽賀郡も手木町で、一般路線バスを運行するほか、県央、 県北地域を発着する県内外の高速バス、空港バスも7路線運行している。沿線は、県と、水戸、工業都市、勝田を抱え、海楽園、大洗海岸、アクアワールド、大洗、国営日立海浜公園、笠間、袋田の滝などの有力観光地や、イオンモール、水戸内原、ファッションクルーズニューポート日立中などの大型商業施設を抱える。 また、水戸の梅祭り、笠間の登園祭、ロックインジャパンフェスティバル、水戸ホーリーホック取材試合、サイバーダイン、茨城ロボッツ取材試合など営業エリア内で行われる著名な大型イベントの輸送も担う。茨城県内では関東鉄道に次ぐ路線規模であり、水戸都市圏では最大手。水戸市街地、特に大区町水戸駅北口間では平日だと5分から10分。 前後の間隔で頻発運転している一方で、水戸郊外や多市町村では著しく本数が少ない路線も多い。1992年10月、経営合理化のために多い子営業所を分社化し、茨城県圏北バスを設立したが、2010年2月のグループ再編に伴う会社分割によりバス、旅行事業部門を茨城交通に再統合したほか、 タクシー事業はグループの茨城大都に譲渡し、茨ばら高北バスは生産される。また、2010年6月1日をもって、茨城大都のバス事業を茨城交通に統合している。2019年、平成31年5月1日茨城交通と、日立電鉄交通サービスが合併して、社名を茨城交通に統合予定。これにより、 日立電鉄交通サービスの名前が消滅することになる。なお、日立電鉄タクシーは変更なし。1976年、昭和51年以降主な路線。営業所すべてがミトナンバー県内にあるため、登録ナンバーは全車、ミトナンバーである。同県を走る関東鉄道とは違って、車番はない登録番号を使用。路線バスの車両は 自社発注者は前後、折ド車がほとんどである。日産ディーゼルスペースランナー RM、日野、レインボー E、イスズエルが、三菱不走、エアロミディ MK のノンステップバス新車導入した、以外は、中古車の導入が目立ち、西武バス、京王バスをはじめとした、首都圏各地の事業者や関西方面など多くの、地域からの中古車を受け入れている。2009年以降から、 中古導入での低消化も進行しており、横浜市交通局から日産ディーゼルスペースランナー JP が、京成バスからは三菱不走、エアロスターのワンステップバスが移籍している。さらに2012年には、天ヶ崎市交通局からの三菱不走、エアロスター中、グライドノンステが転入された。また、高速バスは路線バスに比べて新車の導入が多く、 高速バスとしての導入例が少ない日産ディーゼル、フィリピン製、車両、1999年導入が導入されている。また、2007年に、浜田営業所に3台導入された高速バス三菱、普装、エアロバスから、従来の即、観光バス専用塗装をアレンジした、新しい塗装の車両を、茨城交通の新しいシンボルマークと茨城交通、 ハイウェイエクスプレスのロゴが入るが導入されるようになった。2018年8月には、同じ道のりグループの岩手県北自動車に次いで、道のりエクスプレス、メックス、デザイン塗装の車両、三菱塗装、エアロエースが導入された。デザインは、越後ときめき、鉄道、越後ときめき、リゾート雪月下などを手掛けた、川西康幸が手掛け、シャンパンゴールドを基調とし、 道のりオレンジでエントランスを包み込んだものとな、いる。道のりエクスプレス、メックスデザイン社は、同年9月に、日立電鉄交通サービスでも導入されている。2015年12月1日、一般路線に IC カード乗車券、イバツピを導入した。イバピ定期券は2016年2月27日に、開始した。スイカや、パスモなどの IC カードと、 相互利用は行わないとしている。これに合わせて高速バスと他社との共通回数券を除いた回数券を2016年6月30日までに廃止した払い戻しは同年8月31日で終了。日立電鉄交通サービスと合併後も両社の IC カードシステム茨城交通の茨ツピ日立電鉄交通サービスの 電鉄ハイカードが異なるため IC カードの共通化は行われず、現行通りの運用となる。両社で重複する路線の区間内については、いずれかの会社の定期券を保有している場合に、その区間内であれば、両社のバスに乗車可能となる。ただし、両社で販売している全線乗り放題定期券、茨城交通の、うばらこう万有パス、ひたち電鉄交通サービスの、ニコニコ定期券、 通学前線フリー定期券の利用可能範囲については合併以前と変わらず現行通りの範囲内のみで利用となる。数年以内には両社の IC カードシステムの共通化を実現できるように検討を進める予定である。以下の路線を運営していたが、いずれも廃止あるいは他社に譲渡している。2018年9月26日、工場として、 茨城交通水戸南工場を開設した。水戸南工場は有限会社、重藤自動車工業所の整備工場を引き継いで新たに板金、塗装工場として営業を開始した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。